今年の走り初めを兼ねた小柳賞佐世保シティロードレース大会が開かれました。大会は戦前長距離界で活躍した佐世保ゆかりの選手小柳早見さんの名を冠し1951年から開かれています。72回目の今年はおよそ1600人が参加しました。1.5 キロを走る小学3年男子の部では平戸市立強小学校の藤島葵くんが5分59秒で優勝しました。グラウンドみたいなところを何周も走ってずっと頑張りました。高校生以上の10キロの部ではおよそ500人が起伏の激しいコースを走ります。新春早々いい苦しみを味わいました。もう大変だったです。ずっと1年かけて練習してきて発表の場と思って走ってます。県立青豊高校3年の中野純平さんが30分58秒のタイムで総合1位に輝きました。思ったより体も動いてとにかく1位取れたんで嬉しいです。出場者は爽やかな汗を流し今年の走り初めを楽しんでいました。